今月の Power BI 黙々ワクワク会始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っと、石川と申します。えー、っと、そうですね。トピックスはそんなにないですね。3月ですね。なんかもう3月、期末でちょっと忙しいですね。ちょっともう <laughs>、ちょっと気が遠くなるんで。 えー、ちょっと疲れてる顔してるかもしれませんけど、元気よく行きたいと思いますと。えっと、何かありましたら、挙手とか、あの、割り込んでいただいても大丈夫ですよと。発言も、お歓迎で。あ、カメラだけは、あれさせてもらおうかな。あのー、まあ、ちょっと映るつもりながら、後で YouTube もそのまま公開しちゃいますんで、えー、っと、ちょっとこれも皆さんと共有しながらやりましょうか。 チー m s プレミアムっていうやつでやってますね。なんか終わったらようやくしてくれるのがいいですねと。で録画忘れたらしてくれないので、えー、そこは忘れちゃダメですねと。で、えー、っと、マイクはいいんですけど、うん、カメラはちょっとね、オフにさしまおうかな。はい。 で大事な話は脱線するかもしれませんねということで、せっかくなので楽しくと。そうなんですよね。今ちょっとなんでこんなに疲れるのかって考えてたんですけど、まあ、期末だからっていうのもあるかもしれないけど、第1木曜日って週の後半だし、なんか疲れが出ますよね。まあ、今回第15回っていうことですけど、よくやってるなっていう気がちょっとしましたね。 で、あの、まあ、方法、こうやってやるんですよっていうことがよく出てきますけど、あの、特に Power BI、まあ、その他の、あの、いろんな、こう、開発、ローコード開発、ローコードじゃない開発でもそうだと思うんですけど、まあ、方法は一つじゃないので、なんかこう、操作を覚えるというよりも、えっと、考え方とかですね、そういったところをこう、 あの題材をもとにシェアするようにしたいなと思ってますと。で、あの、ま、黙々会って言ったら本当に黙々しててですね、あの、この間 AI ツアーっていうのマイクロソフトであって、あの、オフラインイベント、東京ビッグサイトであったんで、あって、ァブリックっていう Power BI のその、居番の部分があって、ユーゴさんと私とサポートで行ってきたんですけど、 <laughs> ワークショップの,あの2回ありましてですね、100人ぐらいあのやるんですけど、さあどうぞって言ってあの、やる演習があるんですね、3つ、1時間ちょっとぐらいに。でそれ始まったらですね、本当に、ね、こう画面見てみんなやれるんですごいシーンとしててですね、<laughs> これぞ黙々会って感じでしたね。まあ、ちょっとそういうのよりも、私、なんだかんだこの回喋ってる。 ことが多くて、まあ、2, 2回前の,あのコパイロットの,あの発話の分析見ても、<laughs> 一言だけこうスカポンさんが、ね、ちょっと突っ込んでいただいたみたいになってましたね。まあ、とにかく手を動かすっていうところをあのやりたいと思ってます、特に。で皆さんもこう説明の仕方とかですね、あの他の方への説明、 あの、今日の始まりの前もそういう話をしてたんですけど、説明って結構難しいですよねっていうのがあると思いますんで、まあそういう練習にしていただけたらなと思います。そして、じゃあ今日も行きたいと思いますけど、今日正直言いまして、まあこのバタバタでですね、予習少なめでございますということで、えー、っと、まあ、この場で、 リアリティ持ってやっていきたいなと思っています。で、前回からですね、この、えー、ワウ、通称ワウですかね。えっ、ー、と、ワークアウトウェンズデーっていう、まあ、もともとタブローでこう、あの、タブローっていう、セールスフォース系の、あの、可視化ツールありますけど、その他こういうのありますけど、での、まあ、これゆうさんに教えてもらったんですけど、パワービア版もあるんだよねっていうことを教えてもらって、うん えっと、ワークアウトウェンズデーですから、毎週水曜日に、えっと、こういう題材がですね、あの、海外の、これを運営してる、コミュニティ運営してる方がですね、まあ、タブローで出てきた題材を参考にしたりしなかったり、えっと、そういうのがありますと。で、前回は、前回からこれを題材にしてやっていきましょうかっていうことをちょっと、あのー、そういうふうにしましたので、ウィーク3、前回だから2月ですかね、 2月はこの Week3 をやってみたと思うんですね。このバーチャートでこう、イギリス人の老後何しますかみたいなアンケートの可視化で、えー、っと、今画面出てますよね。出てるかな。で、えー、っと、老後じゃないか。新年の抱負ですね。新年の抱負で、若手、えー、ま、おじさん、おばさん、あと、ちょっと年齢上の65歳以上の方がですね、 えっとまあ、上に行けば、このフィットネスに力が入るとかですね、あとこれなんだっけ、ああやっぱりロロル、ルージングウェイトですかね、まあ、体重を落としたいですとかですね、若い方はセービングマネーに力が入ってんですね、みたいな、なんかそういうのを可視化するのをやりましたと、これまあ、まあ、おそらく参加の皆さん、今日もいらっしゃるかもしれませんけど、まあいい、いいかもねっていう感じには <laughs> なったのかなと思ってます。 で、毎週水曜日はこれはこれでやってくるので、あの、その後こんなに溜まりまして、どれをやろうかっていうのをですね、ちょっと、まあ多少覗き見たんですけど、まあこの回はもくするところもあるけど、なんかこういうのできたらいいよねとか、あのー、結構、まあ私、ユゴさんも毎週日曜夜にウィークリーニュースってやってますけど、新機能が最近、まあ多いは、多い,多いんですねで。そういうのを、 やっぱりこういうワウでも取り上げてくれてるんですよね。で、まあ時間はそうは言っても、まあ基本1時間半程度なので、えっ、ー、と限りあるんですけど、皆さんがやっぱり興味あるやつにですね、えっ、ー、と、トライするのがいいんじゃないかなと思っております。で、候補はですね、ちょっと先に除外するのを言ってしまうと、ウィークリー7は、うんと、 レポートリデザイン、リデザイン、えー、なんたらかんたらトリップで、えっと、メイクオーバーっていうのが、あの実はワウのまた兄弟みたいなんで、メイク,メイクオーバーマンデーっていうのがあの、もう一回こういうビジュアルがあるんだけど、作り直しを考えてみましょうっていう、より思考方法的なやつがありますよと。これ、多分んタブローがメインなんだと思うんですけど。でこ 7は、まあ、メイクオーバー的にちょっと作り直し考えてみましょうっていうやつなんで、まあ、これちょっと、なし。であと、目星が、えっ、ー、と、ビギナー向けは、まあ、やや、あのー、まあ、ビジュアル作りとか、データの整理とか、まあや、やや、やビギナー。えー、インターミディエットはどうなんですかね、中級なんですかね。カスタムビジュアルによってる話は、えっ、ー、と、ウィークリ語。で、 これもビギナーですね。4,5,6,8,9の、どれがいいかを、後で、チームズか、ループか、どっちかで、えっと、やりたいと思います。でここにチームズ出てくるのはどうするんだっけなチームズ、チャットがなんか時々右側にピコって出てきますよね。 その他のアプリ、どうやるのだっけなここにチームズ出す方法、どなたか知ってます <laughs> なんか時々、なんか、なんかやってるうちに出てきますよね。えっ、ー、とね、どうすんでしたっけ忘れましたね。ちょっとそのうち思い出すから、まあ思い、あ、ここにチャットってあるなあ。チャットはここ出るだけですね。まあ、そこはちょっといいことにしましょうか。 ループを使いたかったんですけど、ここテンプですよね。ループ前出てたのに今なんかいないな。ループ。これも誰かわかる人がいたら教えてほしいですけど、ループいないですね。ここにこの間までループいたのにいたりいなかったり、ちょっとやっぱ新しいもんだからですかね。えっと、 これ、編集。編集にして。編集。あ引用。表挿入。ループマークいないですよね。あいないですね。やっぱ、チームズ、フォームズかなフォームズなんですかね。リアクション、アプリ。ここちょっと見てみていいですか。なんかですね、ループっていう、まあ、比較的新しいものがあってですね。 そこで、あの、投票テーブルっていうのがあって、それでこうやりたかったんですけどね。全然出てこないですね。この会議に。なんか別な僕会議で、あの、使えたんですけどね。ゲストの人も投票とかに。気のせいですかね。あ,あ、チームズの中のチーム会議だったらできるのかもしれない。普通のアウトルックから立てた予定だから、ダメかもしれないですね。 よしよし。じゃあ、あえっ、ー、と、あ、投票ならポークか。じゃあ、そうですね。ありがとうございます。七文字さんですね。ポークか。ポーク。ポークは出てきますかね。ポーク。<laughs> 出てこないですね。投票。 最初からつまづいておりますね。ダメですね。アプリにあります。はい。ありがとうございます。あ、ポール、ポール。ポークじゃなかった。ポークはなんか食べ物ですかね。ちょっと全然違うこと言ってましたね。ちょっとこれでやってみましょうか。タブあここに出てきましたけど、皆さんってなんか出てきてますちょっと心配だな。複数選択。 複数じゃなくて、1個を選びたいです。テスト、ワードクラウド、評価。でも、これしかないもんね。複数選択、これで、えっ、ー、と、どの集合がいいですか。えっ、ー、と、ウィーク、だっけ。ウィーク4、4、5、6、8、9。あ、この後、あの、ちょっと軽く、 説明しますからね。まだ慌てなくていいですよ。でもこれが皆さん投票できるかがちょっと心配ですね。会議で。<laughs> 7を飛ばして、8。言うと。えー、質問追加します。質問いいよね。今すぐ起動してみていいですか。あ、こうなっちゃうのか。はいはいはい。ちょっと。 画面もしかして邪魔ですかねあ。私、自分の画面で見てる。自分の、この画面今大丈夫かなあ、すごい、投票画面邪魔なの動かせますかねこれ。自分で動かせ。あ、動かせないかもしれない。もしかして。えっ、ー、と、ちょっと一回閉じましょうか。これ、閉じますね。これで。あ、チャットにも出ているので、あ、閉じて大丈夫。はい、了解です。じゃあ、これで見ますかね。 はい。じゃあ、えっと、4、5、6、8、9。ちょっとザザッと見ていきますよ。これ前回のやつ。4は、あー、まあ、日本語しちゃいましょうかあ。えっと、列が重なり合う天気のビジュアルを再作成するっていうやつで、えっと、なんかですね、 ああ、これ、標準ではないんですって。ネイティブの重複する列ではないけど、エラーバーっていう機能がありますと。そのエラーバーを、えっと、活用して、んと、なんかこの作者の人が、デンバーの地域がソーシャルメディアでよく、こういうビジュアルを出してくれてるんですよね。これなんかその人がさらに、デンバーの予報士さんが出してるやつをツイッターでこう流していて、ちょっとなんか出てこないですね。 タブ切り替え。画面が開かないけど、ちょっとこれを補っ大きくしますね。こんな感じで、一週間の、これ、あの、摂氏じゃない歌詞ですかね。あの、温度が高い、低いっていうのがこういうふうになっていて、えっと、それを可視化しました。月から日曜日です。みたいな、そういうやつですね。 まあ、オリジナルはちょっとこんな感じで、これオリジナル。えっ、ー、と、デンバーのつ、あのー、つぶれ焼かれてて、まあ、反応も2000とかすごいですけど、まあ、これは便利なんでしょう。そういうのを、ァーウェイでも作ってみましたっていうのが4。はい。5。5は、えー、っと、なんだっけな。中央値のオーバーレイを、あの、まあ、重なりですね。えー、っと、 トリッププロット。なんかこう、プロットしてる感。こう、重なってるところがデータ量多いっていうところですよね。これを、えっと、メイクオーバマンデーの2016年、すごい古いやつでそういうのがあったのに、まあ、あの、ちょっとインスパイアされて作ってみましたみたいな。これですね。これ少し事前に見てたかな。なんかですね。えっと、 アフリカ、アジア、ヨーロッパ、ノースアメリカ、オセアニア、えっと、南アメリカなのかなで、えっと、なんかこう、汚染指数みたいな感じがあるんですかね。そういうのを、えっと、可視化して、2020年、右側が古い方、こっちが新しい方で、あなんか,か、あの、だんだん低い方が悪いんだっけな。なんか、その状況がちょっと変わってきてますよね、っていうことを、 見えるようにするものです。なんかそういうのを作ってみますかみたいな。確かにこういう縦棒でこう表すのってあんまり見ないですよね。えー、っと、そういうのを作ってみたっていうのが二つ目。えー、っと、これがウィークリー。どれがいいか考えてくださいね。あ、これが4。温度が あ今のが5。ごめんなさい。えー、っと、汚染指数が、腐食認識指数は5種第5、第5種はい。3つ目いきますよ。3つ目はですね、これタブローチームで2021年に別ななんかワークアウトウェンズで、あっちのワークアウトウェンズデーであったやつで、うんと、カスタマーライフバリューっていうのがあるようです。のマトリックス。 っていうのがあって、ちょっとこれチャット GPT に、まあ聞いてもいいですかね。お、え、一言で説明して。そうですね。えっと、顧客、まあカスタマーですよね。その障害価値を評価して可視化するためのものです。と。で、えっと、過去の行動や将来の価値をもとにセグメントして、 まあ、なんか、そういうのできますっていうことなんですけど、なんかズバリこういう可視化がっていうのは、まあ、意味としてはそういうことで、見せ方は多分いろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、これ、2016年から2019年まで、1、2、4年間で、クォーターごとにこう切ってます。で、直近は2019年のクォーター4なんでしょうと。で、この右側が、えー、っと、クォーターズ進出、あ、クイ で、えっと、なんかこう、お金を落としてってくれるってことだと思うんですね、カスタマーが。で、じゃあ、どの段階で、えっと、大体、よく、あの、なんか買うのか、買い物なのかなんか分かりませんけど、会員だとして、えっと、どの辺にこう、濃い色のところが、お金いっぱい払ってくれてる感じになるね、みたいな、そういう感じですかね。 なんか説明が難しいですけど。で、これ、ニューカスタマーになった、あのー、ね、あ、ニューカスタマーズだから、数、人数ですね。新しい人はちょっと少ないけど、まあ、長年、こう、会員になってくれてる人は121人。昔の方は長く続いてる方いますね、みたいなのがあって、えっ、ー、と長、古くからで長い年数経ってる方が多く払ってるのは、まあ、これは、その、よくあるケースかもしれないけど、この、 おー3年目ぐらいなんですかねあ。6、6、クォーターだから、2、3年ぐらいのところで、この辺にも結構、ちょっと濃い色になってますよねあ。この辺でちょっとなんか、あの、ちょっと何の授業かによって、こういうの変わるかもしれませんけど、なんかそういうのを色で表して、えっと、1回目のピークってこの辺の時期に来るんですね、みたいなことを、なんかそういうのを可視化したのかしらっていう感じでした。<laughs> 事前のちょっと調査で。 ちょっと説明がね僕、デジタルマーケティングあんまりやらないので、わか,かりにくいですけど、そういう顧客のセグメント化して、えー、っと、25%が上位の、なんちゃらかんちゃら。うんまあ、こういうのを可視化するのやってみますかっていうのが、ウィークリー6です。で、7飛ばして、あと8と9ですね。これ8いきます。えー、っと、 コアビジュアル。これ、あの、ユーゴさんとのウィークリーニュースでも、今週もやりましたかね。あの、ビジュアルの改善っていうのを、ファービアやっていってます。で、できることがすごい増えてってるんですけど、えー、それがプレビューで、あのー、機能をオンにすると使えたりしてきておりますが、えー、っと、できるの増えるのはいいんですけど、ちょっと設定とか、あのー、いろいろ細かいですねっていう話がありますと。 で、そのコアビジュアルとか、ビジュアルの改善もあるんですけど、2024年2月の、この間のアップデートですね、ついこの間のアップデートで、ビジュアルカルクっていうのが、あの、機能出てきてましたねと。ビジュアルカルクなんですかっていうと、えっと、モデルを追加、まあ、通常これまでの Power BI っていうのは、モデルをこう、しっかり作った上で、そこに DAX のメジャーを作り、 どのビジュアルでもそのメジャーっていうのは、まあ、適時持っていって再利用したりすることができるんですけど、えっと、類型だとか、あの、このビジュアルで、えっと、類型がとにかくメジャーを作るよりもすぐ欲しいんだっていう時に、なんかそういうのをできる機能が新しく出てきましたね。ビジュアル軽くっていうのは出てきました。で、まあ、これはこれで使いどころあれば、えっと、やっていけばいいですねと。で、ブログはここにありますと。 ちょっと時間の関係でそこは見ませんけど、それをもとに、ちょっとなでが出ないんです。なんだっけな。ああ、こうなんだっけな。忘れました。なんかの都合で、カスタムビジュアルかなんか使ってて出ないのかわかんないけど、うん、なんかその機能を使って、こういう、何て言うんでしたっけ。WBS みたいな感じなんですかね。なんか、何のプロジェクトがここからここまで、 みたいなことを作れますね。リスクハイなものだけ絞る。まあ、この辺は PyBN の通常機能で。で、ここになんかパイプラインの何やらかんやら、なんか関係するものは、あ上のこういうのが出てくるんですかね。なんかわかんないですけど、なんかこういうのをビジュアルカルクをもとに、こういうのを作ることにチャレンジしますかみたいな。えっ、ー、と、コアビジュアルも意識した上でみたいなことなんですかね。こういうん。なんかそういうやつです。それ、週8。 で、あともう一個、9。はい。まあ、今日 20, 20人ぐらいですかね、参加で。まあ、どれか1票だけ入れてくださいって言われたら迷いますよね。もう直感で言ってください。なんかこれ作れるようになってみたいですっていう。はい、これ最後です。9週目。 うんと、これなんだっけな。これが、コアビジュアルで、えっと、新しい機能。これも2月に出てきたやつを早速活用したビジュアルで作ってみましたよっていうやつで、いくつかの新機能。えっと、集合棒グラフで棒を重ねる。こう、右上、後で拡大しますけど、こういうところとか、ああとなんかこの、なんか隙間をこう、きれいにできるやつとかでしたかね。ビジュアルがちょっと、あの、 これまでよりも凝って、あの、まあ、か、凝れる。まあし、これなんか色使いも相当こう絞ってると思うんですけど、派手派手あのビジュアルはやっぱりあのデザイン的には派手であればいいってことじゃないんで、こうなんか目星のあるところがこうしっかりとか、色使い、こことここ、このビジュアルとこのビジュアルがちゃんと、あの、まあ、カラーパターンが同じものを使われてたりしますけど、 えっと、これ何のやつだったっけなえっ、ー、と、薬のおー、まあ、ニーズみたいなもんですかね。アレルギー、えっ、ー、と、熱、寒さあ、ペイン、なんか痛み、あと睡眠系みたいなやつのクオーター1、2、3で、今何がこう多く、うんなんか、売れてる、セールスだから売れてるのかなで、 で、これ、カレントイヤーとプラン、計画比で、えー、っと、上が、上の薄いやつが、えー、っと、カレントイヤーがダークバーですね。プランはライトバー。後ろで、これ、重なりってやつですね。棒グラフを重ねていって、で下がったときはちょ,ちょっと赤くしている。で、計画を上回ってたら緑ですね。まあ、とってもちょっとクールな感じになっている。で、こっちは、えー、っと、前年、 との比較で、さっきの4つのものを、えっ、ー、と、クォーターごとに見ていったときに、えっ、ー、と、アレルギー系が、ちょっと減去年比で減ってますね、みたいな感じですかね。こんな感じ。増えてるのが、なんか痛み系のやつですね、みたいな。そういうやつをやってみましょうっていう、ちょっとデザイン系にのフォーカスしたようなやつが、9個目です。さあ、皆さん、投票タイムです。 えっと、どれがいいですかちょっと投票してみてください。結果の表示。5件で。ウィークリーロックの人気ですね。すごい極端に出ましたね。あれでももうちょっといらっしゃいますよね。十な十私のぞくと16人。これ、ちょっとなんかライブ感ある感じで。 えっと、出ないんですか応答の詳細。これでいいのかなあこんな出方なんですか <laughs> もちろんこれ、拡大。あ、なんか動きましたね。動いてるかありますね。11件まで来ましたね。なんかもうちょっとリアルタイムに行くには、あ、これ、これなんだろう。最近の投票、ちょっと押してみましょうか。全然。 違うことをやりましたかね。あ、また余計なことやったんですかね。あ、大丈夫か。あ、結果の表示。もう一回。あ,あ、締め切る。じゃあ、あと10秒ぐらいでし締め切りましょうか。なんか、なんとなくウィキー6強いですね。あ、投票窓が出ないです。6希望です。<laughs> 了解です。じゃあ、6もう1票で。投票窓出なかったですか。応答の詳細。 なんかね、チームズの環境とかバージョンとか、あとブラウザでやってると出る出ないとか、ちょっと一回チャット見てみましょうかあ。出ない方がいた。はいうーん。4年かけるクォーターで16なんです。そうそうそう。そう、うん、5人気ですね。5行ってみますか。ちょっと待ってくださいね。じゃあ締め切り。さっきの、あ、ここに数値出てましたね。 まあ、あの投票したいけどできないんですよって方は他にもいるかもしれないですね。チャット欄でもいいですよ。2024の,2024の1もよく使いそうです。あウィークリー1ていうことかな。ま,あ、またちょっとねあの、飛ばしちゃったやつまた今度考えましょうか。今回はこの5個のうちで。はい。えっ、ー、と、じゃあ締め切りますね。締め切り機能ちょっとやりたいんで。<laughs> こう出てこないですね。一回閉じるとね。はい、大丈夫なのかなちょっと待ってくださいね。これ投票、あ、ここ押せばいいか。はい。じゃあ、あ結果を表示して、締め切ります。じゃんと。はい。まあ、ウィークに6が多かったですね。6いってみますか。6何だったか覚えてないんですね、私。えっ、ー、と、6は、これでもない。これ。 ええー、これでやってみますかはい。じゃあやってみましょう。じゃあ、これ、リンクを貼りますね。あ、皆さんも見えてますかね ?6、六でいきましょう。6、私予習してなかったやつなんで、これ大変だと頑張りましょう。じゃあ、あ今、30分ぐらい経ったとこなんで、えっと、まずはまあ、教科書通り、やれるだけやってみましょう、ということと、 ま、途中で、あの、まあ、状況によって、いろいろ、はい、考えていきましょうと。で、今、あの、短縮やれる、私、こっからいつもやってます、ak.ms の、pybi デスクトップ。一応ですね、超最新じゃなくても大丈夫だと思いますけど、あのー、3月入ってから、2月版のおそらくバグフィックスかなんかで、あの、ちょいちょいアップデートありますが、 今3月ですけど、おまあ、一応2月版ベースに行きたいと思います。まあ、ここの3つ目のバージョン番号が1261っていうやつで3月4日っていうのがありますけど、まあ、あまり古す,ぎ古すぎることがなければ、はい、あの大丈夫かなと思います。えー、っと、ちょっと飛ばしながら読みますけど、えー、っと、こういうのを作りましょうってことですね。 で、必須条件、えっ、ー、と、スターターファイルをダウンロードします。これダウンロードしてください。押せばいいかな。あ、ワンドライブになんか来ましたね。この方のワンドライブで、えっ、ー、と、ダウンロードできます。はい、必要なすべての計算も、あ、答えもちょっと教えてくれてる感ですね。で、データーワールドから、あれこれ、ダウンロードするんだけど、 データワールドからデータをインポートして持ってきてねとか言ってますね。で、パワークエリ、データ、でデータを整形しましょう。日付テーブルは、パワークエリでやるのかな私はこれを中間ステップとして使用して、市販機を含む、えっ、ー、と、切断されたテーブルを作成しました。日付テーブルは必要ないかもしれません。あった方がいいですよね、と。えっ、ー、と、スーパーストアファクトテーブルの列。これは、 なんだろうなデータワールドで取れるやつなんですかね。月オーダークォーターと、えっ、ー、とア、アクイ・ニチョンクォーター。まあ、お金を落としてくれてるクォーターごとの金額ですかね。で、次のメジャー作成します。この計算のベースは総売上高し、総売上高を新規顧客数で割った値です。新規顧客はどう どうするんですか総売上高。どうするんですかで、えっ、ー、と、四半期、売上高、四半期の4つの変数、中間メジャーが必要です。で、すべてのユーザー、これどう見るんでしたっけ、まあ、この辺がデータの準備系ですよってことですかね。で、行に、えっ、ー、と、四半期、アクリジョン、クイー、クォーター列になんちゃらかんちゃらをやって、 で、えー、メジャーを対として、マトリックスを作成します。で、列の背景と、まあ、要は、ここを、こういうふうに見えてるやつ、これ、マトリックスですねっていうことですかね。で、列の背景とテキストで、条件付きで、書式、条件付き書式で、書式設定します。で、ックスの 魔法を少しかけます。<laughs> ニューカスタマー列の背景を白にする必要がある場合もあります。うん。あ残っちゃって感じですけど。あのー、ニューカスタマー、あ、ここですかね。なんかこうこちょっとテクニック使ってるんですよってことあるんですかね。で、デザイン整えてね。すべてのビジュアルがたいテキストっていうのはビジュアル表示できないときのテキストですかね。 こういう細かい調整をしたり、タブオーダーが理にかなっている必要があると。えっ、ー、と、タブオーダーっていうのは、ここでターブを押したときですかね。キーボードのタブ。今、ここ来ました。ここ来ました。一個前にはシフトタブで戻る。タブ、こう、こう、こう。で、上のタイトル行きました。ビジュアル来ました。なんかこういうのも細かく見ていくと、 こうう調整もしたたううがいいいででですすすねねそれどややってやるんですかかみたいなとこですか、ねはい、じゃあちょっと全部はできないかもしれないけど、まあ、近い形いきたいですねと。で、まあ、ここにあるのが今、手順的な必要条件って書いてありましたけど、えっ、ー、と、手順で、下にまたリソースの話がありますねと。どの言語 リクワイアメンツっていうところを見て、データセットユーキャファインド。これ前回もなんか使いましたかねデータワールドっていうなんか、あの、サイトがあって、なんかアカウント作ってよっていうのを、お聞かれることがあるかもしれません。でこの辺はま、まあ、皆さんどこまでやるかは各自でお、あの、ご判断くださいと。で、えっ、ー、と、適時あの、 あれしていきますけど私は前回アカウント作りましたんで、今ログインやりましたと。で、これちょっと補足しますと、タブローにですね、有名なサンプルスーパーストアっていう、何件だっけな。何件だったかもう忘れちゃいましたね。あの、あります。データが。書いてあるかな。サイズは2メガですけど、えっ、ー、と、万 9994件1。1万かなだ,だかなんだか CSV のデータっていうのがあります。それをダウンロードはこうかなダウンロードかなダウンロードと。そしたらこう落ちてきますね、みたいな。そういうふうになります。で、えー、クリエイトフリーアカウントがいりますよっていうことですね。 えーっと、you can also provide it. あ、さっきのやつですね。これで、all data. じゃあ、私もやっていきますけど、皆さん、あの、ご自身で黙々いただいても大丈夫ですよ、と。はい。ちょっと、平行してやっていきたいと思います。じゃあ、ちょっと私はこの pbx ファイルスターターっていうのをちょっと開いてみますね。どうなってるんですかね。 何かあったらチャット欄とかマイクとかでお願いします。あと、ここにソリューションっていうことはありますけど、Power BI の、えー、っと、Power BI って言わないのかな今、パブリックってこう言われるようになってますね。コミュニティ。グローバルのコミュニティの、えー、っと、この中に、まあ、ギャラリーっていうのがありまして、えー、出来上がりこれだからねっていうことで、 え、見てあの、テキ見てくださいと。ここでタブで開いとこうかな。えっ、ー、と、こうなるんですね。まあ、一個のビジュアルっぽいですよね。マトリックスですかね。で、2016から2019。で、今、えっ、ー、と、スターターっていうのをクリックしました。そしたら、まあ、データワールドでデ,データ取ってきてくださいよって言っているけど、 ここに、あ、もう、まあ、出来上がってるは出来上がってるのかな。あー、ここまで作っておいたから、ビジュアルを作るところから頑張ってね、みたいな感じなんですかね。じゃあ、まず何があるか見ていきましょうね。と、モデルビュー。こうですね。モデルビューを見て。あリレーションが貼られてないですね。ここまで、ここまでやってくれてるっていうことなんですかね。 えっと、メジャーだけ集めているパターンで、えー、置いてあります。これサンプルスーパーストアですね。で非表示列はも,もう,こう設定してありますね。なってます。サンプルスーパーストアは9,994拠ですね。で、えっ、ー、と、オーダーデートでいいのかなオーダーデート、日付系は、うん。 えっと、どっちに見ようかな。こっち見てみますか。これ押す。プロパティ。こんな感じか。ちょっと、ま、試しに、なんかさっきパークエリがあって話があったんで、パークエリをちょっと一回開いてみていいですか。えー、っと、そしたらどうなるんですかね。えー、っと、 えっと、メジャーテーブルはメジャーしかないから何もないですと言われ、サンプルスーパーストアは、一番ソースにするとあ、データワールドから取ってくるよっていう取り方になっておりますね。ちょっと全体像、このサンプルス,スーパーストア見てみたいと思います。ここのクエリをクリックして右クリックの詳細 エディターでこう全体見ますよと。で、データワールドデータセット何々何々。ソース、なんちゃらなんちゃら。これどうやってつないでるんですかね。えー、っと、視覚情報が無効であるか存在しない。あアカウントキー。 えなんか、ここにアカウントキーを入れると、データワールドにつながるやり方があるんですかね。データワールドっていうのがちょっと気になったんで、ちょっと調べていいですか。そういうのがコネクタであるわけじゃないんですよね。えっと、あ、ありますね。ベータ版として。 うん認定コネクタでこういうのがあり、で、えっと、アカウントキーっていうのが、なんか探せば、えっと、そのまま CSV をダウンロードして読み込むんだってことじゃなくて、えっと、直接見に行くことができるようですね。そういうやり方でやってるみたいです。データを引っ張ってくる。で、テーブルグループ、えっと、 なんたらかんたら、いろいろ列の修正だの、クォーターの、クォーターイヤーっていうのを作ってるんですかね。ここを、ま、この作者のテンプレート的には、こうやってやったけど、ま、カレンダーテ,ーテーブルあるし、別のやり方でもいいよっていうことを、ま、ちょっと言ってるって、そういう感じですかね。ちょっとここでは、ちょっとこれ以上は見えない。 で、これカレ,ンカレンダーテーブルかなクォーターのテーブルであり、カレンダーテーブルではないんですかね。クォーターテーブルっていうのは作ってある。でこっちはカレンダーテーブルか。デートテーブルで、えっ、ー、と、これ作っておきましたからと。あの、カレンダーテーブルの定義は、1、えっ、ー、と、1年間以上、を年の 日付ベースでのセットが日付列っていうのは必ずいりますねっていうことになっております。で、ま、ダックスで作れたり、パワークエリで作れたりしますけど、まあ、このサンプルではここも作ってあるからね。まあ、最初に、えっ、ー、と、日付だけのーテーブルを作り、あと,あとはそれにいろんな列を足してくれてるってことですね。表現上。 1>, 1月曜日だとか、あそういう列をいろいろ、この辺使いますかみたいな感じで、えー、足してくれてる。で、エクストラクォーターローっていうのが、あまあ、こうなってるって感じですね。はい。じゃあ、ちょっと頑張ってやってみましょうかね。はい。で、えっ、ー、とー、まあ、終わろうが終わり、終わる前が、えっ、ー、とー、 答え合わせ的に、そうですね。21時15分ぐらいにしましょうか。15分前ぐらいに、えっと、こちらの、さっき開いたコミュニティの中の、えこの p b i V2 っていうやつ、これが、ちょっとダウンロードだっけ先できるか、やっとこうかなと。あ、こっちに飛んでますね。こっちですね。 こっちのリンク。これがまあ、V2 って書いてあるのが、えっと、完成版なんじゃないかなと思います。これがまあダウンロードできますけど、これはちょっとまだ開かずに、できるだけこれに近いことをやってみようかな、ということで、やってみたいと思います。皆さんも、えっと、各自でお願いします。一旦パワークエリはあのまま信じて、そのまま使えるとこ使えないか、 な、ということでやっていきたいと思いますと。えっ、ー、と、ちょっとデータを眺めていいですか人のデータって難しいですよね。私まだタブローやってたから、このテーブルは見たことあるので <laughs>、まあそこは多少有利は有利ですけど、えっ、ー、と、プロフィット、クオンティティとか、これ非表示になってる、でセグメントとか言ってるのを非表示にしているのは、 今回のビジュアルでは、この辺使わないよね、と。まあ、この辺をもし使うんだったら、カテゴリーとか、えっと、スタースキーマのこう、ディメンションテーブルとかにしてやるんだけど、まあ、それ使わないよね、っていうことになっております。で、カレンダーテーブルを使うか、オーダークオンティティイヤー。まあ、こういうのを使うかですけど、えっと、セオリー的には、 デートテーブルの中にもクォータイヤっていうのがあるんで、マスタースキーマにした方がいいので、えっと、デート、スーパースターを選び、何々デートでデートを調べてみると、えっと、注文日かシップデート2つありますねと。今何をやったかっていうと、テーブルを選んで、検索でデート、まあ英語読みで、 テーブル選ぼうが選ぶ場合が全部出てくるんでしたね。そうするとデート関係っていうのは、アーリエストオーダーデートっていうメジャーもありますけど、えっと、オーダーデートがありますね。で、まずこの日付テーブルのデートをクリックして、日付テーブルとしてマークは、エタビューからしかいけないんだっけな。 なんか他にもあった気がしたけどな。ミニクリックいかないね。こっちで行きますか。デートテーブルのデートで、この何月何日もちょっとショート日付にし、表示を変えてるだけですね。で、テーブルツールの日付テーブルとしてマーク。これもちょっとバージョンが変わってだんだんと、 こう変わってきてますけど。そしたらこういうのがマーキングはされましたと。で、えっと、オーダーデートに紐づけましょうね。ドラッグアンドロップで持ってきて、一体他になってますよね。っていうことですね。で、メジャーは関係ないよね。クォーター、 なんかちょっと使えばいいのか使わない方がいいのかちょっとよくわかんないんで置いときましょうと。で、えっ、ー、と、マトリックスを最初から考えると、ちょっと何のことかすぐわかりにくくなるんですけど、えー、まあそういう場合はこうテーブルから始めるかっていうのがあると思います。ちょっとテーブルにしながら、ここをマトリックスでこうバラす感じなんですかね。ちょっとまず縦列をできたいと思いますと。 デートの中の、えっ、ー、と、二1 2 0 1 6ってなってますね。クォーターイヤーってのあるんですかね。クォーターイヤー。これをチェックして、まあ、こうなってきますねと。これ今テーブルとして持ってきてますね。で、これが画面の 結構大きな感じになるぐらいなので、書式の、サイズでいいんですかね。えーっと、グリッドのグローバルフォントでいいのかなちょっと大きくなっていってますかね。11、12、13。これぐらいにしましょうかね。14。 もうちょっといきますかね。ちょっといけそうですね。18ぐらいですかね。こんな感じですかね。ええっ、ー、と、ニューカスタマー言ってますね。なんか、え、じゃあ作ってくれてる感あったんで、ちょっとそれ使えるか見てみましょうか。えっ、ー、と、トータルサムで、えっ、ー、と、ヒスティングと。 ユーザー。えっと、ユニークなカスタマーのカウントですかね。で、カスタマーネームとして、ユニークなカウント化を入れてます。あと、アーリエストオーダーデートは、えっと、カスタマーネードで、えっと、 一番最新の、えっ、ー、と、オーダーした日付がこのメジャー。で、これ。えっ、ー、と、CLTV Numeric for Format セレクティットバリュ l えー、なんたらかんたら。これは何にやってんのかな スタートクォーター。で、なに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 ディバイド。あーポータルセールスを、えっ、ー、と、ナム、UM、ニュー、えー、カスタマーカリキュレートの、ちょっともうちょっと見やすくしていいですか。この、 ニューカスタマーになったっていうのが、何ですかね、えー。ディスティンクトカウント、スーパースター、カスタマーネームで、カリキュレートまで。まだカリキュレートがこう。あー、スタートクォーター、 えっと、スタートクォーターが、えー、っと、クォーターイヤーで初めて買ったみたいな感じか。うん。難しいもんですね。クリキュレートがこうなっている。えー、っと、ユニークな名前で、えー、っと、ここが、フィルター条件で、 クォーター、クォーター、イヤーで、えっと、ごとに、えっと、絞っていたのが、えっと、アムニューカスタマーっていう <laughs> やつで、えっと、定義しており、それを、えっと、その年の新しい人で割るっていう感じですね。 さっきの説明上の、えっと、ちょっと日英出しましょうか。タブを、えっと、2個出すには6、6の6で、日本語。えっと、こんな感じで。 ちょっとなんか、割る論が、売り上げを割るんだとか言ってましたね。これか。計算のベースは、審議顧客数で割っていった数が、それなんですよ。と。そして、ここの、0、1、2っていうマトリックスにして、えっと、何年目何年目っていうのをやっておけば、 そこでフィルターがかかる。外側でフィルターがかかるので、えっと、新規顧客としての数値が何クォーターメかーーによって分かれるんです。フィルターされるんです。みたいな感じですね。難しいですね。なるほどね。まあ、そういう計算式はもう 組んでくれていますでもう一個はこれ何ですかえー、っと CLTV。うーん。フォーマット何々何何何これさっきのこっちと何が違うのかなあこっちか。これとこれの違う。CLTV がやっぱ分かってないとすごい大変ですね。 これさっきのとでも似てますね。こっちとこっち何が違うんですかね。あ、フォーマットされてるかどうかかな。フォーマット、桁数で、フォーマットため,ための CLTV ニューメリックあ、これさっきなんか言ってたやつですね。 えっと、ブランク、オフワイト、トランスペアレントバック。みたいなことをなんか言ってましたね。えーっと、どこでしたっけ。アクトテーブルの列、オーダークォーターと、なんとかなんとか。えー、っと、すべては えっと、これか。ニューカスタマー列の背景を白にする。ここの列を背景にするっていうのが、これか。で、えー、クォーターシンスナンバーがマイナスだったらっていうことでやってます。ここがマイナスってことらしいですね。 じゃあ,あ,あ、今これテーブルにやっているので、マトリックスにじゃあしてみましょうか。このマトリックスにしました。で、ちょっとフォーマットがこの違うのはちょっと後で直すとして、ニューカスタマーを持ってくるのかなさっぱりわかんないですね。一回持ってきましょうか。 列値。はい、まあ、試行錯誤しかないですね。えー、っと、列、ニューカスタマーズ。うーんー、トータルカスタマー、トータルカスタマー。これを。 これはトータルカスタマー。えっと、ユニークな人数を数えてるって言ってましたね。2016年9、九ワ1は、あ、これまず並び方がおかしいですね。2017年の何々何々と並んでてほしいですね。っていうことですね。これは、 まずそっからですね。えっと、日付テーブルの、どうすればいいんだえっと、クォーターイヤーを選び、えっと、この列は日付の列で並べ替えればいいのか。えっと、列で並べ替えで、逆かこれでいいのかな 列で並べ替え。えっと、デートオブナンバー。ちょっともう,もうちょっとな眺めていいですかこのデータを。ユニークな列は、あ、クォーターソートっていうのがあって、あ、デートテーブルですよね。2016年。クォーターソートを使えばいいのか。2016年3月何9 9 9ってあるので、列で並べ替えの クォーターイヤーを選んで列で並べ替えでク、クォーターソートっていうのをやりました。そしたら、2016年、17年、これ並びましたね。ここは OK ですかね。ちょっと一回、えー、と、トータルカウント入れていいですか。121人、180人。 市販機にこれだけの、なんだっけこれ。えっと、どこ見ればいいんだ。トータルカスタマーを見ると、ディスティンクカウント、売上テーブルを見てるんで、ま、こんだけのカウントがあったよっていうことを言ってますねと。ただ、それは欲しくなく、ニューカスタマーが欲しいです。 えーっと、俺じゃないね。それは作るってことなのかな全然わかんないですね。全然わかんないですね。全然わかんないってことはわかってきましたね。クオーターシンスアクイジョションはどうするんだろうね。 ちょっとテーブルを眺めよう。なんかできてきたよっていう方がいたら教えてくださいね。<laughs> えっと、クォータースライスリップスっていうのが、えー、っと、クォーターソートに、こことここの違いは何かっていうと、クォーターイヤーの、これさっきと同じ話であるんだけど、 ここ,とここの違いが次にはわからんな。クォーターイヤー。2016年の2月。どうしてあるんだろう。クォータ相ー当ー。2月3、2、3、4。 何を言ってるんだろうな。ディスプレイじゃない。ああ、そしてこれがニューカスタマーって言ってるね。どうやってやってるんだろう。2019年の94。あと15分。<laughs> 難しいですね。 これがニューカスタマー。なんかこれをうまく使うんでしょうね。これの読み解きがちょっとわからないですね。どうなったかわかったら教えてくださいね。えー、っと、ニューカスタマーがマイナス1となっており、 えっていう感じなんですけど、まあ、これはわからんっていうことがわかってきましたね。なんかこの作者さんのテクニックが、えっと、ここを作るのに、なんか多分これを使ってるんですけど、今のテーブルを。ちょっと、どうの列でそうとしてどうしてるっていうのが、ちょっとさっぱりわからないっていうことがわかってきたので、ちょっともう答えを見ちゃいましょうかねっていう。 気になってきましたと。それをちょっと確認していきましょうか。ちょっと僕はもうそっちに踏み込みたいと思ってますが、ちょっとコメントが一件来ましたね。クォーターテーブルとリレーションを貼る必要がある気がするんですが。そうですよね。なんかわかんないですね。じゃあ、答えをいきたいと思います。1個の方切り替えます。それ見て、 学習する方向に行きたいと思います。やっぱり、まあ、モデリングができてないとできないわけですけど、モデリングに行,き行くまでの発想が分かってないから、難しかったですね。出来上がりがこれですと。では、 モデリングを見てみましょうと。そしたら、モデリングはあんまりつく使ってない論なんですかねもしかして。全然リレーションは貼られてないですね。っていう感じで <laughs>、そんな作りになっておりますねと。じゃあどうやってやったんですかということを見ていきますと、ビジュアルをクリックして、えっと まず行は、えー、っと、ここ、チェックマーク入ってるのが選ばれてる行で、クォーター、クォーターを選んでおり、えー、っと、値に CLTV、さっきの、これを、これにも計算してあるので、それを持ってきたっていうことになっております。 使われているテーブルは、まあ、日付テーブル使うかも使わないかもみたいなことがちょっと書いてありましたけど、これ使ってません。スーパーストアも、まあ、元データとしてはよ読み込んでいるけど、ここのメジャーの中に必要な計算は全てしているので使いませんということになっております。で、このクォーターテーブルっていうのが、えっ、ー、と、ミソになるんですけど、 えっと、さっきの列の相当みたいなことがあったように、どれがどれで、えっと、切ってあるのかが結構大事なんじゃないかなと思います。ちょっとそこ見てみましょう。えっと、列で並べ替え。クォーターシンスディプスっていうのが、よいしょ、こっちで言うと、列のこの、まず一つ目ですね。一つ目になっており、 クォーターシ,シンス、クんクオクォーターズ QRTS シンスディプスっていうのがあるのと、えっと、クォーターシンスっていうのが二つ目の、えっと、列として設定されております。ちょっと今これを例えば消しちゃうと、なんか変わりました。これを消すと、 なんか変わってないですね。見かけ上。変わってないですよね。ちょっとじゃあこれは、二つ目はちょっと置いといて、この一つ目が結構ポイントですね、と。で、これどういうものかっていうと、えっと、2016から Q1 から並んでおり、 Q1, Q2, Q3, Q4 っていうクオータイヤーっていうのがあるんですけど、まず、これは0、1、2、3なんとかっていうのを15まで一周してますよね。そういうのを作ってある。作ってある。うん。 で、クォーターシンス、ギプスは、クォーターシンスで並べ替えてね、だけど、これ一緒な、一緒に、上の方は一緒なんだけど、下かな。ここで、えっ、ー、と、ニューカスタマーのものは、えっ、ー、と、マイナス1っていうふうに、表しましょうっていうことになってます。 ニューカスタマーとは何ですかっていうと、ああなるほど。分類を作ってるみたいな感じですね。えっと、2016年クオータワーンの人あ、マイナス1となったら、とにかく新規顧客になり、 こっちは、えっ、ー、と、なんて言えばいいんだろうな。クォーター進出。こう、年ごとに、クォーターごとに見ていくから、えっ、ー、と、最初の16年の、十六年から、えっ、ー、と、最新の年度っていうのが2019年94まであるんだけど、 そこと比較して、えっと、ここが一番年数経ってますよね。だから、15年なんですね。15、15期、15クォーターある。で、一番先頭のところはゼロですね。みたいな、えっと、区切りを作るんですね。で、15まで行ったら、今度は、2016年、 Q2。それをこう、あれか、2016年 Q1 について全部の深さテーブルみたいのを作るんだ。で、Q2 もまた作ります。で、これは10から始まって14まで。で、Q3 も、Q3 の同じ Q3 から始まって13まで、みたいな感じで、えっと、どれぐらい 深さがあるかっっていうのを作っちゃうこういうのを定義しちゃうんですね。みたいな感じですね。そしたらこうなるんですね。だからここが欠けてるっていうのはそういうことなんですね。一つ計算しなくてもいい部分が一個ずつこうだん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 となっていて。 2019年94っていう直近っていうのは、えっと、ロしかないんだ。みんなゼロから始まって。ここゼロ列。みたいな感じを作っておく。作っておく。で、それを作った上で、CLTB を値に持ってきてましたけど、セレクティットバリューの クォータースライスっていうところで、えっ、ー、と、クォーターシンスナンバーっていうのを持ってきております。だからこのマトリックス上で、そこに来たときに、えっ、ー、と、これが、クォーターイヤー、うんっと、ここで、 ナンバーニューカスタマーで、ディスティンクカウントで、えっ、ー、と、ユニークなお客さんの名前の中の、えっ、ー、と、アクイションク,クォーターイヤーっていうのが、えっ、ー、と、この、イヤーなんですかね。これがなんだ。スタートク,イクォーター。えっ、ー、と、ソート2で、ソート2っていうのは <laughs>、さっきの、 ソートに、えー、っと、ソートには、こっちか。ここで、えっと、どの年ですかみたいなやつをおー、カリキュレートでフィルターする感じですね。どうここでフィルターで絞っている。えっと、各列に、 えっと、その値があるの。クォーターテーブルの、おその値があるので、それで、セレクティッドバリューで絞る。で、えー、っと、もしも最後のは、マイナス1っていう、さっきのあの、新規顧客みたいなやつを作ってたところがあると思うんですけど、 それだったら、えっと、トータルセールスで、その結果を返すだけみたいになってます。ニュー,ニューカスタマーを。あ、違う。ニューカスタマーを返し、ニューカスタマーを返すのが、マイナス1だったらそうだし、そうじゃないところは、マイナス1じゃないものは、えっと、割り算。 トータルセールスをナンバーニューカスタマーで割る。みたいな感じです。ということをやるんですね。ええー、っと、トータルセールスとは何ですかっていうのがこれで、えー、っと、カリキュレートの、えー、っと、サム。 残り、えー、これ売り上げの合計を、フィルター2つかかってます。えー、っと、スタートクォーターのーと同じであり、えー、っと、アクエイションクォーターイヤーが同じであり、オーダークォーターイヤーソートが、セールスクォーターのよりも小さいもの。みたいな、あ 絞り方をするって感じですね。なんかこの生涯のこの CLTB があのすごい頭に計算式が頭にないとこうパッとわからんもんですね。意味的に。デジタルマーケティングがちょっとわからないとわからないはわからない気がちょっとします。で、意味的にはそうなんですけど えっと、値は、この CLTB 持ってきたら、ここが入るけど、まずその前提として、ちょっと下の二つ目が、ちょっとどういう意味なのか分かりにくいですね。q u a r t e r s デ n ップ d i p s っていうのが、えー、っと、さっきの、えー、っと、012っていうのを作ってってたやつですね。それを、えー と、クォーターリプスをここに列に持ってきたらこうなり、このニューカスタマーっていうのはマイナス1だったら、えっと、ニューカスタマーの数を出してねっていうのがもうメジャーに入っているので、で、えー、これをこう持ってきたらこうなるよっていうことですね。で、もうさっきの背景消えちゃいましたね。やり直したら。で、アンドゥ Ctrl Z で、ちょっと、どこまでできるかなあ,あ、ここに来ましたね。じゃあ、この色はどう、どうついてるんですかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。このビジュアルを選択して、書式。書式の中の、どこかな値かな特定の列かな ここですかね。ん設定の適用先、色、違いますね。えっ、ー、と、行の総、そ総計ものじゃないですよね。系列。設定、特定の列 CLTB で値に適用する。ここじゃないですよね。背景色、セル要素。セル要素ですかね。もうちょっと、おっかい行きますと。 ここのマトリックスビジュアルをクリックして、どこかというと、セル要素。で、ここの値に入っている CLTB について言うんですよっていうことで、一回こう外したら、ここの設定も外れるっていうことですね。で、今この条件付き書式っていうのはもう入っているので、ここがどうかっていうのを FX、ここで こことフォントの色が設定されています。ここが、この白色のフォントと、黒いのとありますよね。どうやってやってるんでしょうかと。背景色。まず背景色を見ると、グラデーションを使い、ああ、ここでこれ、さっきのやつ、もう一個の、なんか使ってましたね。Numeric for Formatting っていう、えっ、ー、と、さっきの if 文のここがないようなやつでしたかね。 それが持ってきて、最小値から中央値、うんぬんってなっていて、最小値はカスタムでここ20って切ってあって、紫っぽいところから緑まで、えっと、中間色ありで設定してあるって感じです。その定義の、に使われるのがこっちのもので、これと、これの違いは、 このブランフォーマットの方は、ブランマイナス1だったら、ブランクにして、背景色はなしにしてねっていうことを言っているので、ここがこうなってるんですね。背景色なし。マイナス1ですよね。ニューカスタマーは。だったらこうなって、えっ、ー、と、こっちは色つく。グラデーションの色がつくようになっていますと。で、フォントも同様で、ここを設 選択して、セル要素で、フォントの色。同じフォーマッティングを使っており、えー、っと、マイナスんご、ごめんなさい。値が次の場合、1200以上、を1万以下だったら、白にしてね。1200から1万以下かなより小さいかなみたいなことになってまして、 確かに、えー、1200を超えると白色に、この色合い的にこれが見やすいっていうことに決めてあるんですかね。まあ逆に1200以上は白地っていうことで目立たせるようにもなっている感じですかね。ここで大きくこう価値が出てるんですね、みたいなことになっているんで。そういうふうに作られております。 いろんな話はそんな感じです。で、あと、まあ、やりましょうって書いてあったのは何だったかもう一回見ますと、まあ、これパークエリでもすでにここはサンプルでありましたけど、えー、と日付テーブルは必要ないかもしれません。やっぱり、まあ、使ってませんでしたねと。で、ファクトテーブルの熱は、まあこれはなんか、 パークリーの段階でオーダークォーターとかそういうのを作ってあったからねっていうことになっております。で、総、えー、売上高を新規顧客数で割ったものなんですねっていうことなんで、その年その年の新規顧客はどこなんだっていうのを、えっ、ー、と、計算する。で、それをマトリックスで表したみたいな感じになっています。 で、ビジュアル作りでは、えっ、ー、と、こ,この辺をやったんですかね。アクイジョ,ションクイ、クォーター、えー、っていう、クォーターの数値と、えっ、ー、と、実際のクォーターを並べて、あと、新規顧客のカスタマーだけをカウントする列をメジャーで定義しておきました。で、さっきの見た書式のウィンドウで、 白塗りのを一回あの表示されたと思うんですけど、白塗りだと数値だけで全然、おい、オフにしました。あ、オフにした消えちゃうのか。あ消えちゃう。ん消えちゃう。あ、これ白地だからですね。本当の色も。これ、こう白地。こうすると全然、やっぱ見づらいですよね。一回消したらあ、全部消えちゃいますね。 それから、コントロール Z、Z, Z、Z で戻りますね。という感じで。まあ、これだとちょっと意味付けられた感じが、あ,あ、すごいありますね。っていうことですね。それやりました。あと、これやってないですけど、タイトルとか、デザイン要素、ここ、リンクですね。ここは、この辺が最近の Power BI の UI が、 いわゆる PowerPoint 等の Office 系と同じような、あの、まあ、上に出てくるようにだんだんと変わってきてますと。リンクのところは、こうリンクをクリックして、リンクの編集で、HML のリンクをつけたりもできます。で、ここのビジュアルは挿入のテキストボックスとかで入ってると思うんですけど、タブオーダーが、みたいなのが、その次に、こうですね、最後。 代替テキスト見ましょうか。代替テキストはですね、どこなのかな僕もちゃんと設定してないですね。あんまりいいことじゃないのかもしれないけど。これを選択したときに、えっ、ー、とね、代替テキスト、プロパティですかね。プロパティの代替テキスト、あビジュアル選択時にスクリーンリーダーが読むあ。これはアクセシビリティみたいな感じですかね。 ここが選ばれたときに、これは何のビジュアルですよっていうのを、目があの目が丸い方ように読み上げるような機能が、ここにありますので、えっと、ここを選ばれてたら、あんまり設定してないですね。条件、なんかないですね。こ,ここで、これも別に設定してないけど、まあ、なんかこう最初のクォーターイヤーとか第1とかなってますけどね。ちょっとまあ、 あの、実際、こういうのはちょっとテストも難しいですね、なかなか。使用を理解しといた方が、本当はいいんですね。タブオーダーがっていうのは、ここのタブで順番にこう飛ぶっていうのは、えっと、何もないところで、表示かな表示タブの、違いますね。えっと、書式データ。 ページ。どれだ選択項目かなこれが、ここにタブオーダーってありますね。ここの選択項目。で、ここでテキストボックス。今ここを選ばれてる。次ここ。これをドラッグドロップとかで並べ替えると、その順番になります。まあ、これで、まあ、こういうのを考慮するときは、 えー、そういうこともやってね、みたいな感じになっております。そんな感じでした。今回難しいですね。<laughs> 難しいし、まあ、マトリックスにパッと見,見えないけど、ここがこう階段状にどうして、こう、なくなってるように見えるんですかみたいな種明かしは、ここの値を持ってくるときに、えっ、ー、と、段階段階で、 えっと、値がなくなっていく、えー、っと、テーブルを、クォーターズテーブルを作っておいて、っていう感じですね。なんかそういうテクニックが、え、これですという感じでしたね。どうですか。ちょっとコメントがありますね。ちょっと見ますね。よいしょ。こっちに持っておうかな。えー クォータースライスリップは、クォーターイヤーから何個目のクォーターが占める。そうですね。右に何個目のクォーターか。そんな感じですね。順々にこうずれていってる。で、それをカリキュレートのーフィルターで、えー、フィルターするとそこの該当のものだけが出てくるっていう風になるんで、使えますね、みたいな。 そういう作りでしたね。はい。じゃあまあ今日はそんなとこですかね。どうでしたか <laughs> えっと、そんな感じです。なんかユニークですね。こういうやり方もあるんだみたいな感じですかね。はい。まああの、でもこの、 マトリックス一つで、えっと、ビジュアルのメジャーで作成の仕方のテクニックとかそういうのは、あの、すごい綺麗に作られてるんじゃないかなと思いますんで、参考になるところも、あの、多くあるのかなと思います。えっと、クォーターズテーブルの内容理解が肝だと思いました。そうですね。ああいう形を作れば、あ、こんなこともできるのかみたいなね。そして、そうですね。あの、 この CLV があんまり分かってないと、分かってると、これすごいいいねっていうことになるのかもしれないですね。私の会社でもデジタルマーケティングの専任者が去年から来てくれまして。はい。まあ、そういうのもちょっとまた今度僕も教えてもらおうかなと思います。はい。じゃあ今日はそんなところで終わりにしましょうかね。えっと、次回ですけど、 えっと、第1木曜日なので、4月4日ですね。1ヶ月に1回やりたいと思います。また、あの、今日と同様にですね、えー、っと、どうですか皆さん、あの、ちょっと待ってくださいね。この、結果持っといた方がいいですよね、これ。次に人気あったのは、ちょっともう一回画面出しましょうか。 どうやってあのブラウザの右側にチームズのあのチャットが出るのか、ちょっとすごい忘れてしまったんですけど、えーっとね、出し方がなんかありますよね。表示違うな。えー、っと、割と次に人気あったのは8ですね。8って何でしたっけ ?888、w e ー BI。 ああ、なるほどね。カス、ビジュアルカルクのやつね。うん。僕はあんまりこれ、こういうの好きじゃないんですけどね。あの、<laughs> 個人的な好みだけのことですけど。僕は実はあのウィークリー Q が結構あのいいかなっていう気は。はい 個人的にはしていましたが、えっと、ぜひトライもしてみてもらえればなと思います。一応今日の覚えとしてはま、またこんな調子で、毎週水曜日に新作コンテンツが出てくると思いますので、ただ、海外のこの担当の方もいろんなご都合であの出せない週とかもあるかもしれませんし、えっと、新しいものの中でも、ちょっと どれもこれも微妙だねみたいなことになったときには、過去回のやつも、ちょっとこれやってみますかっていうのがあり得るので、これ気になりましたとか、やってみたけどどうでしたとかですね、なんかそういうコメントがあったら、あの、まあそういうのもちょっとあの今後参考にしたいと思います。確かコメントでウィークリーワンのやつも、なんかちょっとコメントありましたかね。 これもコアビジュアルシリーズで、まあこれも、おまあ、これまでにない感じのお、ちょっと微調整ができるようになった論ですかね。はい。12月に出たやつの。まあこ,れこういうのも候補に考えていきたいと思います。はい。今日はそんなところですかね。はい。えっと、また、えっと、来月もやりたいと思います。 にも出てているののででで閉じて大丈夫ですすこれはさっきのやつですね、はい、また来月も、あの、ワ、wow、ウをベースにですね、やるのを今のところ考えていますので、よろしければ参加してみてください。じゃあ、他大丈夫ですかね質問とか大丈夫かなじゃあ、明日の金曜日ですね、あのい、いよいよ待ちに待った週末ですんで、一日頑張っていきましょうと。 いう感じですかね。はい。では、ご参加ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。